記憶をなくしていく母にどうしても確かめたいことがあった。おばあちゃんは息子さんを郷里に置き去りにしたんですよね。私の息子。文豪井上靖が家族への思いを綴った感動の実話。本質的に僕はおふくろを許してないよ。湯ヶ島に捨てられたんだ。お母さん少しずつ壊れてる。みんなおばあちゃんの気持ちになってないじゃないの。あなたはなぜ私を捨てたのですか。50年の時を経て明かされる真実。どうすれば生きておる間に息子と会えるのだか。我が母の